鹿児島で活動しておりますメロディックパンクバンド、パンクという枠にはとらわれないように僕ら鹿児島で鹿児島のバンドとして活動しておりますバックスキットです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。コロナでバンドマンたちの活動にも影響が出ていました。バンって強制的に止められて、じゃあこの時間何できるんだろうな、じゃあこの止まってる時間が結局多分日常、本当はそうだったんじゃないかなっていうのをこう考えるきっかけになったというか、やらなかったりできなかったことは向き合えた感じですよね、うん、少しだけ、うんうん、ライブできないっていうやっぱ先が見えなかったりするじゃないですか。だけどそこでライブができたこと、ライブができたことが僕らにとっても希望になりましたし、それを見てくれてるお客さんとか、それこそこう音楽関係の周りの仲間たちも、それがこう耐えれるというか、なんて言えばいいのかな。結構ね、俺なんか沈んじゃってたから、うん
ね、そういうのあってめちゃくちゃ楽しかったですけどね、配信とかあるだけ で見れて楽しいだろうし、お客さんもね。鹿児島のバンドたちじゃなかったら、うん、仲間たちがこういてじゃなかったら、これは多分できてないのかもしれない、ね、大事に大事にやってるっていうニュアンスはありますね、この生配信。お客さんいない、この映像っていうものに残る。すごい、俺正直あんまりこうさ分かんなかったんですよ、なんか生配信の時の、うん、めっちゃ俺見たら分かるんですけど、あたふたしてるんですよ、めっちゃ放送見たら超あたふたしてて、なんか多分次やったら俺多分落ち着いてると思う。だから次やる時見てね。これは多分ねバンドマンも成長すると思いますけどね。何喋ってもいいか分かんないし、どういう顔していいか分かんないみたいな。こうやって8月の後半にシングルをリリースする予定です。それも今だからできる、これあんま言えないので全然もう情報は出せないんですけど、今しかできないすごい僕らなりのこう仲間たちとこういろんなあれをしながらこだわった CD が作れてます。いい CD が楽しみだね。出せます、僕らも楽しみなんですよ。早く聴いてほしいなと。新曲はウォークイン TV でチェックしてください。